ホイちゃんパラダイス1月5日中山金杯京都金杯そしてウィン5明日の勝負馬というか全レースをちょろちょろっとだけね言っていこうと思います。まずは中山金杯から、本命はレインカルナティオ4番の馬ですね。中山成績3111、この馬がまあ55キロで走るということで、枠ももう最高枠に入りましたね。まあルーラーシップというね、やっぱりこの馬は前走アルゼンチン共和国杯の 2500m 以外は超安定してるんで、今回2000にねまた距離が戻るので、まあ構想必至だろうというところで、4番レインカルナティオ、相手は5番フェイングロッテン、これブラックタイドというね渋いね産駒の馬なんですけど、これも前走の菊花賞以外は2走前もこれ新潟記念空手の3着、これ非常に強いね競馬でしたね。4号から、相手はまあ強いでしょうね。1番マテンローレオで中山ヒンバーステークスの勝ち馬、これ大万馬券つきましたね去年、クリノプレミアム2番で、3番ラーゴルフ、タイムが速いんでね、ちょっと競ったらどうかなっていうところはあるんですけど、で7番新た勝ちきれないけど来ますからね、8番カレン・ルシェルプルで、11番ラゴム、12番ウィン・キートス、14番ワンダフル・タウン、15番レッド・ラン・メルト、これももう3連勝の馬ですね、ディープの、この辺までかな、9点、3連複なら100円で900円、3連単なら5000超えちゃいますけど、この辺から勝負と思っております。そして中京ですね、京都記念ですね、中京ですけど、7番イルシブパンサー、これも調教動いてますし、安田記念上がり最速の馬ですから、もう力は断然でしょうね正直、普通に行きゃこの馬が勝つかなと思ってます。で相手がね迷ったんですけども、普通に取りに行くならもう10番マッテンローリオンかなって思ってます。まあ4歳になりまして、明け4歳になりましたけど、この3歳世代ね去年までの強いですからね、硬いですけど、この馬からで相手はね1番ベレヌス、これをね迷ったんですよ、これ軸にしようか、ただ客室的に前と後ろなんでどっちかかなっていうので、もう人気馬2頭にしちゃったんですけど、これベレヌスが来ても何らおかしくないなって感じはしてます。2番プレッサージュリュート、これはもうスターズオブアンスにね、クイーンカップで勝ってる馬ですから、万全で来ればこれも十分力十分で、3番ピースワンパラディ、これ7歳なんでね、評価を相手にしましたけど、中山2300で、毎回このマイル距離スペシャリストですよね、譲れないですよね7歳とはいえ、5番エアロロノア、まあ力のあるしっかり走ってくるんですね。6番タイムトゥヘブン、この馬ちょっと成績良くないですけど、成績以上に力がある馬なんでね、そして12番シュリ、これも譲れないですよね、58キロ背負いますけど大丈夫でしょう。で13番ホニャンコポン、これは実はマイル初なんですけど、マイルの方が良かったとしたら相当力あるやろうなと、これも明け4歳世代なんで、この世代強いんでね、ここから、勝負ですね。70から1,2,3,5,6,10,12、まあ、普通に行けばもうこれで当たるはずです。そんな感じです。ちょっと明日の勝負レースというかパーッと見ていきましょうかね。中山1レースはもう14番シュバルツガイスト、北三ブラックサンクですね、多分一番人気ですけど、普通に考えたらもうこれが来るレースだと思います。中京1レースは11番アズマサクラエモンが、血統的にもね馬格的にも調教でしっかり動いているのならば、走ってきてもおかしくないかなと思ってたんですけど、調教遅れが出てるので保留状態ですね。中京2レース、これはもう5番のゴルトリッチ、
これ、ビッグアーサー3区で馬格もあるので、この馬から、普通に行けば6番ブラーブ、マジェティックウォリアー3区、ゴリゴリダートケットですね。で、10番のバンサンブル、これパイロ3区です。長島真奈美ジョッキーがね、うまいことさばければ、ただパイロのベスト距離じゃないなって感じもするので、そこまで信頼はしきれないかなって感じですね。で、今日3レースもゴリゴリダートケートでいうと3号ですけど、5番の馬がやっぱでかすぎるんで、普通に動けるのは3番かなって感じです。中山4レースは10番アーバンデザイン、ヘニヒューズ3区ですね。これも前走の楽鉄以外はやっぱ強いんで、もう普通にこの馬から行けば当たるかなって思ってます。これ中京4レースも6番キングロコマイカイ、これ優雅ちゃんの金亀3区、馬格もあるんで、3着以内という意味ではもうこれも人気馬ですけどね、軸はここかなって感じです。中山7レースはこれちょっと厳しいですね。シニスターミニスター3区が人気薄で、4番16番2頭いるんですけど、ちょっと馬格が小さいなって感じなんで、頭では難しいと思いますけど、穴で買うならここかなって感じですね。中京7レース、これは穴で買うなら15番サウンドサンビーム、ヘニヒューズ3区ですね。まあ、これもね、坂井流星ジョッキーがうまいことね、これも追い込み馬なんでね、外枠行っちゃったからね、坂井ジョッキーは打ち差しがめちゃくちゃうまいジョッキーなんで、内に入ってくれればなっていうところでね、ちょっと微妙なところですね。これも中京8レースもダート 1900m、まあ、これはもう普通に買うには12番バハルダール、パイオニアオブザナイル、これでしょうね、馬格的にも血統的にも。まあ、1個怖いとすれば10番君こそ社長、これアロゲートの馬なんで、5走前にすごいね、4着ですけどすごいいいレースをしているのでね、前走の勝ちタイムがただだいぶ遅いんですよね。このタイムではちょっとね、難しいかなと思いますけど、しっかり動ければ将来的にはもっと活躍すると思います。じゃあここからウィーファイブ予想いきます。対象レース1レース目、私ももう入り用やったんでお金がないのでだいぶ絞っています。中京9レース、門松ステークスダート 1400m、 明日のウィンファイブ対象レース唯一のダートレース、こちらは2番バルキュリア、タピット3区、これイーガンジョッキーが乗るのとタピット3区、牝馬なんでね、ちょっとどこまで頑張れるかっていうところは微妙なんですけれども、まあもう一個は7番グッドディール、これ優雅ちゃんのビッグアーサーの馬ですね。タイム的にもこの馬が普通に勝つかなと思ってます。まあ、正直隣の馬も非常に怖いんですが、そこまでもう資金がないので、そして中山10レースジュニアカップ対象レース2レース目芝 1600m、10番ノッキングポイントですね。まあ新馬戦の強さを見ると、前走はね、ちょっとしっかり走れなかったんですけど、能力ではもうモーリス・サングですし、マイルバッチリでしょう。ただこの馬がまたミスった時には大外13番クルゼイ・ロドス、デムロジョッキーですね、これは虎視眈々と狙ってくるので、多分マークして勝ちに来るので、この2頭のどっちかかなと思います。だから今のところ2位2位で、中京10レース万葉ステークス芝 3000m むずい、12番レクセランスディープサンクですね。まあ、万葉ステークス2着頭さやがね、クリスチャンが乗った時みたいに、これ外国人ジョッキーが乗るとディープサンクって本当に走るんですよね。そういう意味ではまたこの2走とは全然違う走りを見せるかもしれない。15番ミクソロジーフォルフェーブルサンク、西村ジョッキーですね。まあ体力の化け物ですから、フォルフェーブルサンクは。あと53キロが魅力というところもあって、ここも2と2、2、2でいきます。
ここからはでもどうでしょう、ここは次は4レース目がもう中山金牌ですね、これは1番マテンローレオ、まあ 57.5 を背負いますけど構想はしてくるだろうなって感じです。まあ、中山はまだうちがいいかなって感じもするん で3番ラーゴル、この前走のタイムぐらいで走ってきたら勝つなって感じですね。4番レインカルナティオ、これはしぶといですからね、55キロで走るのなら全然頭あるなと思います。で5番フェングロテン、これもしぶといですよ、怖い。この4頭だから今のところ2222が42が8832だから最後1に絞れば3200円でウィン5勝負できます。ただ私はさすがにここまで来て外したら嫌やから最後4頭いきます。皆さんは1頭に絞るか、中山まで1頭に絞ったら、800円でウィン5勝負できますんでね。中京面京都金牌、これは1番ベレーヌス入れときます。これは捕まらん場合があるんでね、この馬ね。2番プレサージュリクト、マスターズオブアースに勝った馬プラスイーガンジョッキーで枠もいいということで、ここ行きます。で7番イルシブパンサー、普通にいったらこの馬勝つと思います。10番マテンローリオン、やっぱり4歳ボバの方も勝っておかないとな。おにゃんこぽんも怖いけど、もうそこまで手が回らんなって感じですかね、正直。ということでウィン5はこんな感じでございます。ということで2023年新年一発目競馬予想、私も、去年みたいにガンガン3連単を買わずに、馬連ワイドで減らさないように、でちょっとちょっと荒れそうなレースだけ3連単をぶっ放すぐらいの感じで勝負しようかなと思っております。皆さんも負けないように今年一緒に頑張りましょう。主にダートでいきたいと思います。照れちゃう、当たっても外れても照れちゃう。それではありがとうございました。